時刻は2時半まわりました。オレンジカフェの時間です。MC は福岡県若年性認知症サポートセンターのセンターとしております、阿部が務めてまいります。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見えるオ素敵なスタジオより、このあと収録で3時まで放送します。皆様、最後までお付き合いください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797-F1 ギノワン .com。また FM ギノワンではツイキャスト、YouTube ライブで。 映像と音声をネット配信しています。FM 技能のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ぜひ、YouTube チャンネル登録、お願いしますアプリ、リスラジカー、マイチューナラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。はい、ありりがとうございままますす、はい、今日も始まりましたオレンジカフェです よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。先だってえっと足利さんが先週でその前はですね。はい。丹の君の方にずっと出ていただいて、<laughs> あの私はハウリングがするからといって、はい、あの途中で車から降りて。 近いと思ったらむちゃくちゃ遠くて道に迷って辿り着いたのが<あ> <laughs> 終わる5分前という,あそうな、ね、田野くんの方に <laughs> <laughs> ちょっとでいいって言ったのに全部じゃないかって言われてごめんねって言ったんですけどそんな放送もありましたね山口 <laughs>、はい、さんと二人で投稿してもらって,って感じでいい感じでやっていただきました <laughs> はい。<laughs> ちょっと新鮮な田 <laughs> 野さんの番組みたいな <laughs> <laughs> そう,そうそうそうなっちゃってあれみたいになってたんですけど、<laughs> でもすごくあの私が聞くよりはまた違った視点で聞いていただいたので、ん本人もいっぱい喋ってくれてよかったかななんて思ったりしてます。はい。丹野さんは今お元気にじゃ過ごされてるんですね、はい。はい、元気ですよ。今日は多分奈良かどうかに移動してるんじゃないかな。<ー>もう家にほとんどいないんじゃないですかね。あ、そうなんですね。はい そうなんですよ。もう旅、旅から旅へとしている中で毎日過ごしているようなところがあって忙しいみたいです。えー、はい。昨年はなんか180回講演をしたって言ってました。あ、もうすっかり講演家になってますね。<laughs> そうなんですよ。だからもうね、でも何だろう、講演をするのが目的ではなくて、うん、講演をすると当事者が来るので、うん、その当事者たちが元気になったり会うことが目的だってやってるのね。<ー>うん、目的は明確で、で講演料も入ったのも全部あの何ていうのかな、自分で使うためではなくって、元気がなくなったって聞いた当事者に会いに行ったりとか、当事者の団体が頑張ってるとこを応援したりとか、<ー>そういうお金に使ってるので。 ある意味<ー>あの自分でそういう風にしたお金はあのきちっと皆さんに返すみたいな。うん、まああのちゃんとトヨタで雇,雇われて働いてるから、うん、まあそれはできるんだ、はい、ありがたいことだといつも言ってますよね。ねえって言ってましたよね先週あ先々週か。そうなんですよそんな感じでやってきっと今日もどこかで話をしていることでしょう。はい。はい、<laughs> <laughs> また沖縄でね私も会えたらいいなと思うんですけど。うんはい そうなんですよ沖縄に行きたいってずっと言っててなかなか日程が取れないから行けないでしょうなんて言ってたんですけど、うん、去年は1回沖縄に来てましたでしたよね、はい、そうなんですよ、うん、もう元気がやっぱりみんなもらえるのでいいのかなって思うんですよね、うん、そんな感じです、うん、あの今日はですね、はい、あの実はあシータから明日から移動して、はい、明後日 あの今福岡県がやっている若年性認知症のサポートセンターの活動をちょっと厚生労働省というところに行って、はい、あのお伝えができればということの機会をいただけたので行ってこうと思ってます<ー>はいうもういろいろやってることがあるのでまああのなんだろうね有名になりたいとかそういうことではなくて、うん、やってる活動が皆さんの参考になったりとか例えば国の方でも今 あのそういうあの認知症の対抗っていうのを作っているのの,、はい、あの折り返し地点なのなですね、うん、その中でやっぱりこれからどうやっていくかっていう、まあ、ちょっとの,あの、まあ、何かになるわけではないんだけど、うん、ちょっと何かのヒントになったらいいななんて思ってあ<ー>であの伺おうというふうに思っているところです。かはいい, <laughs>、はい、いや全然緊張しないですよ <laughs> だか,らなんかこの間も丹、はい、野さんと一緒に福岡県庁に行ったんですけどそうしたら福岡県庁入るときに普通皆さんトントンってして「失礼します」って入るらしいんですよ、はい、部屋の中入るときに、ね、私はそんなん全然知ったこともなくて「<laughs> <あ>こんにちは」って書いてくれて「<laughs> 元気ですか?」って言って「<laughs> お久しぶりです」ってじゃ入るもんだから<ー>みんながドン引きするらしく。<laughs> ご近所さんみたいなそれでそしたらなんかそこのジムしてる人がね、うん、あの向かい側にいるジムの人が「あの人前ここで働いてた人ですか?」って聞きはったみたいなんですよ。<ー>そしたら答えた方の人は「何て答えたんですか?」ってっあの人が有名な阿部さんですよ」って言ったんです どない,よういやいやわかんないですけど多分なんで有名かっていうのをちょっと、うん、うわ噂をちょっとねちゃんとしないといけないから聞いてみたら <laughs>、はい、多分そういう風に入ってくる人がいないからみんなドン引きするからあらかじめじゃあちょっと <laughs>。 そうでも多分このスタイルは変えないしん,なんかなんだろう一緒にやってる仲間っていう感覚でいるもんだから、はい、県の職員の人に対しても仲間感覚で元気って感じでやってる、うん、<laughs> そうなんですよで,いいです、ね、やっぱりこのおかしいでしょでも <laughs> おかしいんですよだからきっとおかしいだと普通そんな態度はみんな取らないんだと思うんですけど。はい <laughs> 多分、真みは私、縦社会で暮らしたことない人なんですよ、はい。だから、部長が偉くて、誰が偉いかわからないので、うんうん、で分かろうともしれないから、ただ、その人っていうのとお付き合いしてる感覚なんで、はい、だから、FM 技能の山内佐藤もみんな、社長って言ってるけど<ー>、全然、私、その思ってたことない。<laughs> <laughs> 一人のじゃ山内さんとして会ってるって感じですね。そう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 だからね、みんなそれでも何も言い張れへんか、まあええかとててうん、うん。あの全然でもいいと思います。んす <laughs> いいですかね、<laughs> こんな感じで、だから多分厚労省にちょっと緊張するかもしれないです。<laughs> あの雰囲気が、やっぱりこう。はい ちょっと違うんですよ独特な雰囲気があって、うん、入るときからあのちゃんと警備員の人がいてチェックされて、うん、でどこに行くんですかって確認されて、うん、ほんで身分証明みたいなの見せてでやっと入れてもらえるんですよ<あー> <laughs> 昔はね結構フラットに入ってたんですけど <laughs> <ー>今やっぱりいろんな人がいるからかもしれないですねあそうですねですじゃあちょっとその分、うん、ガードも固くセキュリティも<ょ> <laughs> そう そうなんですよだから昔十数年ぐらい前は遊びに行ってましたけどね、はい、厚労省に行くと<び>に <laughs> <laughs> そうそうそう「<え>おいで」って言われたから「はいはい」って言って2時間ぐらいおしゃべりして帰ってきて「<laughs> またね」って言って帰ってたんですけどおど,どれくらい行ったことあるんですか厚労省はもう。でも厚労省はそうですねあんまりたくさんは行かないんだけど東京に 見たときに音が合っていくぐらいで<ー>まあでも十数回しか行ったことないけどだんだんねちょっとなんかこうものものしい雰囲気から入っていくので気持ちがドキドキする <laughs> 前よりはじゃあちょっと緊張感も少し増えたかなみたいな、うん、そうなんですそうなんですんでもねそれはそれでいいかなって思うんですけどまあでも一生懸命今資料を作ろうと思って頑張って作ってることがあって、はい、あじゃやっぱ資料を他に なんかお話といいうかか紹介していくんですそうなんです。であの資料のポンチ系が出来上がってうちの関係図みたいなのも分かるようになったので、うん、それもとにお話をしていかないと聞いた方が何を言われてるか多分分からないと思うんですよ。ぐ、うん、ちゃぐちゃになってるとまずそういうの苦手なんですね <laughs> うちのスタッフさんがみんなで頑張ってくれてるのでありがたいありがたいと思ってる <laughs> そ,そんな感じです。 どどんどん、ね、認知症の方々も増えていくから、うん、だからやっぱり当たり前に暮らしていける社会っていうの、うん、そんなの気にしないで、うんね、でもあの認知症の人って忘れちゃうじゃない、はい、そうするとみんな忘れること起こるんですよねなんで忘れたのあ<ー>ってでもそれが病気なんだよって話はよくしてて。で イライラっとくるから、うん、忘れたことを指摘したりとか、うん、よくクイズされる人もいますね、うん、さっき見たテレビのあの内容何だったか分かるいやいやそれは無理だからみたいな <laughs> <laughs> そうなんすると余計追い込まれるから、ね、よくないんですよだからね、なんでみんなクイズするんやろう骨折とかね怪我した人になんで怪我しましたかとか追求しないじゃないですかなのになんでみたいなうん、うん そうなんですよかだからすごくに認知症っていうのは多分みんな自分がそういうふうに見られたらどうしようって思うんでしょうね。うん、こないだもある町で勉強会をしてきたんですけど、はい、そしたら一番何が嫌って言ったら自分が認知症になった時人がどう見るかが怖いっていう意見が出てました。へー だから多分皆さんが見てきた当事者の方がやっぱり自分たちが何でもしてあげることによってどんどんできなくなっていくわけですよ。うん、だできなくなってきたらそれだけ手のかかる人っていうイメージになっていって、うん、そうすると手のかかる人みたいになっていくと人間は迷惑をかけた人と思うんですよ。うん、だからそういう人に地域の人から見られたくないって思うのかなと思って。あ<ー>うん えー、私なんか認知症になったらばんばん迷惑かけようかなと <laughs> でも迷惑って取るのか <laughs> うん、うん、これから生きていく人が認知症になったらこうなるんやじゃあこう工夫したらいいやんって気づきの人になるかって神人やと思っ,てあんかあ思ってるんですけど、うんうん、ね思いませんやっぱりその迷惑って取るのは受けてる側が取るんであって迷惑かけたくってしてるわけじゃない。うんうん うん、そしたら言ったらいいと思うんですよ、うん、それはちょっと違うからねとか<ー>でもみんな言わないで我慢する我慢するからイライラするうん、うん、でイライラするのが相手に伝わるっていうのはあるから私それは言うた方がいいと思う。はいうん、ですよね。といったところでなんだろう、まあ、その人は、うん、もしかしたらちょっと、ね、悲しんだりするかもしれないけど、うん、結果的には多分その人を助けることにもなるじゃないですか。 そうなんですよ、うん、でもなんかどっかで変な遠慮があって言わなかったりとか、うん、でやっぱり言わないことで言ったってどうせわからないでしょうって思っている、うん、いやでも言ったらわかると思うんですよわかるっていう度合いが違うかもしれへんけど、うん、例えば 私たちが分かる度合いと、うん、いろんな人ほら人によって分かる度合い違うじゃないですか、はい、だからそれと一緒と思うんですよだから例えば私がマナミに話してることスヌーピーの話とか言ったら、はい、もうそれはもう分かっているからバンバン分かるんですかでも逆に全然関係ない話が出てきたら、はい、いやそれはちょっと嫌、うん、だな私なんか聞いていたの話されたまず聞いていたの話耳から聞こえなくなるから向 <laughs> <laughs> き落ちていくのね。 そうわかりやすくとそんな関係ね嫌いとか好きじゃないんだけどやっぱり興味のあることはみんな一生懸命聞くよねうんでも興味があんまりなかったりとかあ自分にとってどうかなって思うことはみんな聞かないでしょうんこうやって考えれば日常の人がそうやって忘れるってことも一緒ちゃうかなうそうですよねそこも差はない感じがしますよねうんう それをどっかで皆さんの中で認知症っていう病気はこんな病気だからっていうなんか決めつけがあって、うん、そこで物事が動いてるからかもしれない、ねあ。確かかににそこ紐付けよううとししちゃうのももあるかもしれないですね、うんうん、ただ単に、ね、興味がなくてでその頭に入りにくいっていうのかもしれないけど「あ認知症だからこれだよ」みたいな。うん うん、<ー>そうなんですよ認知症って7割が性格で3割が病気だから、うん、元々の性格なんですよ7割は<ー>で,もでもみんな何でも認知症のせいにしようとするから、うん、そこもおかしくなってきてうん、うん、当事者のもともとの性格やんって。でも例えば ずっとおお家にあんまりいることができなくて働きに行って寝に帰ってくるような生活してた人が、うんはい、例えば認知症になった、うん、そしたらここに働きに行ってるところのこの私っていうのは家でも出ますよね、うん、家にいるようになった、はい、だらこんな性格じゃなかったのにいやいやもともとそこでそんな性格してたからみたいな、うん、<laughs> 知らないところだからねあただ気づくだけみたいな感じですよね、うん、じゃあ要はうなん性格が変わったんじゃなくて,なんてうん。うん そう,そうなんですよだからもともとみんな性格いろいろ使い分ける性格っていうか使い分けするでしょ、うん、例えばこのここにいる時はこんな私でいようとかここにいる時はこんな私友達といる時はこんな私とか、はい、それがあの知らない部分が出てくるだけだと思うし<ー>それを皆さんの中ではやっぱりどちらかって言ったらあそれは特別なことをすごい病気になったからこんな風な人になっちゃっていやいやもともとだからみたいな。<laughs> だそういうふうに考えていくと別にすごい怖い病気でもなんでもなくて、うんうん、ただまあ忘れていくっていう中で忘れてほしくないなって思うことも時たま忘れることがあるかもしれない。うん、じゃあそれを忘れなくていく風を考えてあげたら全然それは補えれると思っててね。うんうん、例えばマナミンは忘れないようにするために覚えとかなあかん用事があったらどうやってますか 私はもう最近はできるだけメモするようにはしてます。それこそ最近そう忘れっぽくなったんですよ <laughs>。<laughs> いや忙しくなるとね人間は考え事しながら動くから聞いてること聞いてなかったかなと思うことがあるんですけど同じなんで、ね、だから認知症のしもメモしたらいいと思ってメモするでしょ。ううううんうん、うん,うん、うん ね、あとは例えば分かるとこに書いたりするじゃない、はい、カレンダーに書くとかそうです、ね、あとは手に書くとか、うん、みんなそれぞれ、ね、どうしても重要度によってやるそれを認知症の人がやったら認知症だからねって言うんですみんな <laughs>。<laughs> <laughs> いいよねただそれだけでうん、うん、だからその認知症っていう病気のフィルターを書きたくなるのかなって思ってて、ねうん、ああ、うん、理由付けというか。うん そうなんですよだから逆にそれが原因で本当にその人のしたいことが、はい、あのチャンスを失ってることもあるかなって,って、うん,うんそう思っててなるほどなんか例えば服とか買いに行ってもうん、うん、前はすっごい服に興味があったから徹底して服はこうやってこだわるっていう人がいたとしても、うん、これは私らでもその。 ブランドが好きじゃなくなくっから認知症の人もやっぱりずっとあの興味があって服だったけど、うん、やっぱり人間って飽きちゃうと、うん、違うからもうどうだって言わとかめんどくさいからえわってなったら認知症になると服もこんなもん選べんで、ね、いやいやそうじゃないよ <laughs> <laughs> まずはなんで選ばないか気こうやっちもわけですらそしたら理由言われますよボタンが多いから嫌とか。はい チャックがうまく上がらないとかあるんですよ。理由がみんな子供には聞くのに、うん、ね、大人にはねえ聞かないんだね聞かない <laughs>、うん。そうなんですよ。で考えていくから。かねうん、そう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 なんですよ。そんな感じです。あじゃあもう一旦ちょっと C.M. に行きましょうかわ。残りわずかなんですけど。<laughs> NPO 法人認知症フレンドシップクラブは認知症になっても安心して暮らせる町づくり活動の応援団です認知症の人と走る「ランとも」「B オレンジ」というまちづくり基金の女性活動など地域の中に安心と信頼を認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんかおばあちゃんひざ痛いの大丈夫、うん、お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶの。 だだからいつも笑顔なんだうん何歳になっても可能性を持ち続ける社会にウェルビーイングな日常を生み出す人企業を育むトラピ全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています現在はコロナ相談室も開設しています レイ一六六全国若年認知症協議会。はい、じゃ、シーが終わりまして、はい、あとの残り時間でまとめていきたいと思います。なん <laughs> <い>か、例えば、あの元気な時からね、うん、想像すればいいと思うの。例えば、うん、もし自分が認知症になった時に、どういう風にされたら嬉しいか。あ<ー>例えば、こういうこと言われたら、嬉しいよとかあるじゃないですか。うん、はい。ね、あとは、どういう食べ物を食べれたら嬉しい。 <か>うん、好きな食べ物ってあるじゃないですか、はい、テンションが上がるそういうものをみんなに話しておくでも<ー>逆もある何を言われたら嫌な気持ちになるかで例えばえ、ま、NG ワードですよね、うん、NG ワードだったりあるよね自分がこれにこだわって気にしてるか言わないでとかうん、うん、あとはあの嫌いな食べ物嫌いな飲み物そういうのもみんなに伝えておけば。 どどんどん例えば言葉を失っていくことがあったとしても「うん、あこの人はねこんなことをやったら嬉しいよ」とか「こんなことはされたら嫌だよ」とか、うん、みんなが言ってくれるようになれば全然怖くない、うん、自分で上手に話せなくなった時に誰もわからない私を見るっていうことが逆に不安、うん、だから私なんかはきっとスヌーピーを抱っこしてたら静かにしてるよとかね今から言われてます。<laughs> 間違ってもキティちゃん私は怒るかもしか、ねね、ゃ渡したら多分表情がムッとしちゃうみたいな。ムッ <laughs> としてそのままキティちゃんこれにひゅっと置く。でもスヌーピーだったら喜んで抱っこしてね、や <laughs>、うん、しやしやってると思うんです、ね。はい、なんかそういう風に食べなくなった時にスヌーピーの食器に入れてあげてね、ねスヌーピーの形のおにぎり作ってくれば食べるかもしれない。なるほど。 ね、でも私きっとスヌーピーは食べれない人だから、うん、それ見ていいとするかもしれない <laughs> 逆にスヌーピーだと食べれないから <laughs> そう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 そ,う <laughs>、ね、そんなことをもうこんなね笑いながらお友達と話しておけば何にも怖くなる、うんうん、そうでしょ、うん、だってみんな話さないから怖くなる、うん、私なんか関西弁だ だから関西弁で,そうなんです「そんな人あかんよ」って言われたら「はい」って分かるけど、うん、なんか丁寧語で喋られたりとかこっちの九州の言葉言われたら「何言ってんだろう」って考えるとかねその何言ってんだろうって考えるのが外から見たら分からない人になんだから、うん、そうじゃないんですよってことを伝えれるだからそういうものを今作りかけてるのをずっと何年間も大事に置いてるからそろそろちゃんと作り上げようと。 トリセツです。作り上げるのも、でも、なかなか大変じゃないですか、このトリセツってね、それこそ。そうなんです。難しくなく、トリセツ。でもね、私のトリセツを欲しい人がいっぱいいるらしいので。絶対に隠すことで。必要としてる方がたくさんいるんですね。そうそうそう。それがあれば、コントロールできるかも。しれないよ。 でもなんかそうやって,、ね、って,てそれを機に、まあうん、自分のことを人に知ってもらうって、まあ、認知症うんぬんじゃなくても大事だったりやっぱそれがコミュニケーションだと思っていて、うん、やっぱコミュニケーションが取れないって今世の中だから、うん、なおさらそういうことを考えていくことが大事な世の中になるかなって思って。うんうん かそういういのが大事かなだ、はいうん、からラジオも大事な番組だと思っています、はい、皆さんが聞いてくれてるリスナーさんが<あ>こんな考えも悪いなでも自分も違うじゃあメールで書こうかとかねこういうの言おうかってそしたら今までは一方通行だった聞く関係が相手が参加することになってお互い様っていうか一緒に作っていくようになっていく。そそれはラジオでもそうだし 人間関係もそうです。いろんなところでそれを言えるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、もう残りあっという間にもう2分になりましたが、はい。はい。でもなんか今のはい。どうですか？なんか今の話聞いて、やっぱり私もなんだかんだあの父とか母とかまああとおじいちゃんもいるんですけど、のなんかそういうのって。 やっぱ詳しく分からない、まあ、ある程度好きな食べ物とかなんかこれが好きこれだとテンション上がるっていうのは分かったりするかもしれないですけど、うん、なんかそういうのをちょっとより、ね、コミュニケーション取って知っておいて、まあ、万が一、ね、おじいちゃんもちょっと、うん、私のおじいちゃんもちょっと忘れっぽくなってるのでそういう時にいろいろ活かせるようにしたいなと今思いました。はいうん はい、だからもういつも言います、うん、介護の施設に行くときとか、うん、その時は家族が知ってるそういうあの情報をぜひスタッフに伝えてくださいって、うん、そしたらそこに来る当事者の方から何々さんに変わると思うんですよ。うん、それが大事だと思うって話をよくしたりします。なるいはい、はい、ありがとうございます。はい、今日も楽しくオレンジカフェ付き合ってくれてありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ま,すまた来週ですね。はい。 はい、お願いしますはい。ありがとうございます。